京気道、中西道、継承道、全羅道、関門道、平安道、公海道、環境道、朝鮮八道は、李氏朝鮮が朝鮮半島に置いた八つの道。400年以上にわたって、同一の区分が用いられたため、八道は転じて、朝鮮全土のことも指した。鳥林八道と呼ぶこともある。八つに区分された道は、現在も、地域的なまとまりとして捉えられている。また、 現在の韓国と北朝鮮の行政区画の基礎にもなっている。朝鮮八道とは以下の八つの道である。首都近郊を意味する軽軌道を除く七つの道の名は主要な二つの都市の名を並べたものである。かつて鳥林八道と称されるともに、各道について別称の表記も見える。朝鮮王朝によって道には外観職が置かれた。長官は観察士と呼ばれ。 時間である都市の補佐を受け、軍司令官である兵士、水氏の協力を得て、地方統治を行った。また、八道のうち、首都の半寸、及び海上、高架、水原、甲州の各地は、中央行政の直轄地であった。いずれも、地理的には、軽喜道に属するが、この地の役人は、留守職といい、共感職が置かれた。朝鮮王朝の地方行政区分は、 高麗時代の地方行政の枠組みを改変して編成されている。中国等の制度に起源を持つ道を行政区画に用いるようになったのは高麗中期に地方行政制度が整備されてからであるが、全裸道、継承道はこの時に生まれた名称と地域を引き継いでいる。高麗末期には区画改変が行われた結果、軽気道の名称が生まれた。朝鮮王朝の初期に 北方辺境地域の攻略が進められると、西北面に平安道、東北面に長吉道が設置された。長吉道は、南吉道、環境道、平安道などの解明を経て、1497年以降、環境道の名が定着した。構想32年、交互改革の一環として、地方行政制度の改変が行われ、 直令第98号によって8道は廃止され、23の府が置かれた。しかし、翌高層33年8月4日の直令第36号により、23府は廃止されて、道が復活した。この時、京畿道、高海道、関温道を除く5道が南北に分割され、13道となった。1910年に日本による、 韓国併合が行われるが、日本統治時代でも朝鮮全域を13の道に分割する区画はそのまま受け継がれた。第二次世界大戦後、朝鮮半島に南北2つの政権ができると、道の分割や特別市、広域市などの分離などが行われている。8道と13道、並びに現在の行政区画の対比表は、概ね以下の通りである。ありがとうございます。